琴平駅にやってきております。ただいま朝の7時過ぎでございます。とっても雰囲気がいいんですよ。そしてこの駅のこちら458の動輪というものが置かれていますね。大きいですね。すごいよ。ここに展示してある動輪は458という愛称で親しまれた C58 蒸気機関車の動輪だそうです。琴平駅の周辺になります。すごくロータリーが広くてレトロな感じがすごく可愛いです。駅舎も大きいですね。そして何より見てください、このネオンがピンクなんですよね。かわいい。でもね、このレトロな駅舎にこのピンク、すごく良かったですよ。そしてこちら琴平駅は登録有形文化財に認定されてますよって書いてますね。私ここのポイントめっちゃ好きです。見てください、窓、このね、剥げた感じがね、歴史を感じますよね。めっちゃいい、好きです。もうドストライクです。あ、見てください、四国真ん中千年物語専用の待合室もありますね。気になる。ちょうどこの駐車場を入ったところが柵がなくてですね、車両が本当に真横に見れたんです。お、いい音、プシューってきますね。からホームを撮ってみました。すごい趣のあるレトロな感じがすごくいいですね。そして今朝なのですごく雰囲気がまた合ってますね。この冬の感じの朝のこのレトロなホーム最高です。学生さんたちとかも行き交う中聞こえますか？